皆さん、お疲れ様です。デザ山放送、鉄夫です。どうも、こんにちは。はい。えっ、ー、とですね、トラック、えー、と乗る人に向けてお話ししております。今日はですね、まあ、入門編に、みたいな感じで、はい、えっ、ー、と、やろうかなと思うんですけど、えっ、ー、と、すいません、前回の訂正します。えっ、ー、と、発行車の高さが2300って言ってますね、動画で、僕。 はいえー、と箱車の場合は、えー、ともっとあります。すみません。えっ、ー、と、3200から3300ぐらいありますね。はい。えっ、ー、と、2300は平下です。ごめんなさい。以上、訂正します。はい。えー、それですね、えー、僕の知り合い、知り合いって言っても若い子なんですけど、あの、なんか、ショップ店員やってた子なんですけど、なんか、トラックの,あの運転手になりたいって言って、この間、転職したんですよね。で、僕は結構、 ブラックな会社が好きで、な,なんでかっていうと、ブラックな会社って稼がせてくれるんですよね。お金たくさん稼がせてくれるんで、ブラックな会社ばっかり行く癖があるんですけど、えっと、その子は、あのまあ、某あの大手のあの路線便会社に、えっと、就職しましたね。はいまあ、某大手って言っても、あのそのそ S ビンさんみたいな、ああいうところじゃないんですけど、はい まあ、あの、企業杯とか、まあ、一部個人宅もあるんですけど、二ン車に乗って、なんか、あの、宅配みたいな、はい、そういう仕事を、あの、最初のトラックの仕事として選んだんですよね。はい。みんな大手が好きなんですね。まあ、やっぱり安定はしてますし、潰れることはないとは、はい、思うんですけど、まあ、別に <laughs>、あの、いいんですけど、僕も、あの、一番最初は、あの、路線便業者に入りましたので、はい、今もありますけど、 あの路線便で企業杯宅えっとこれまあ最初トラックに乗る人が選びがちなあの会社のスタイルなんですけどあの意外とあの仕事結構大変なんですよなのでちょっとトラックの仕事嫌になっちゃうこともあるんですよねあのやっぱり1日30件40件とか。 繁忙期だと本当に50件以上あの企業杯でも渡されてそれで、まあ、1日かけて配るみたいな仕事は結構大変なので最初に選ぶトラックの仕事としてはちょっと難易度が高い方なんじゃないかなと、はい、僕なんかはちょっと思うんですけどただあのこの仕事を1回やるとあの次からのトラックの仕事があのえらい楽に感じるようになるんですよ。 なのでまあちょっと怪我の巧妙みたいなあの言い方もできるかもしれないんですけどそれでやっぱりあの路線便業者の,あのニートン社っていうのはえっとトラックの仕事のえっともう本当に基礎の基礎の部分はいあを教えてもらいますのであのいろんな荷物ありますし荷扱いもいろいろありますしあの大変ですけどこれからずっとトラックに乗って仕事しようかなっていう人はあのここを まあ半年なり1年なりちょっとクリアすると、あのだいぶ自分の,あのトラック乗りのレベルはあの上がると思います。はい、なので、あえてそこの大変な路線便業者に行って宅配やるっていうのも、まあ、一つの手ではあるんですけども、まあ、続かずに辞めてしまう人もたくさんいますので、まあ、これはちょっとあの最初、あの僕言っちゃいますけど、あの路線便業者のトン車の宅配は大変ですよ。はい、結構あのきついですよ。 はい、それは、えー、と一応言っておきます。えっ、ー、と、それで、まあ、運転の入門編ということなので、えっ、ー、と、それに多少関係ある、えっ、ー、と、話題をお話しします。はい。えっ、ー、と、結構、あの、路線便業者で宅配やると狭いとこ行きます。はい。で、結構、今はナビもついてますんで、えっ、ー、と、道に迷うことはないかもしれないですけど、結構、あの、細い道で車すれ違ったりとかするときに気をつけなきゃいけないのは、えっ、ー、と、看板関係とか、軒ですね。 はい、あの朝行って、あの割とすっとすれ違えた道でも、午後に行くとあの、店が始まって軒を下ろしてたりとか、あとは看板出してたりとかすると、あの朝通れた道が通れなくなったりしますので、そこはあの気をつけてあの、運転してくださいあの地面に置いてある縦看板は割とあと見てるんですけど、えっとまあ、軒ですね。 あのくくくるくる巻くやつはいあ,あいうの結構あの出っ張ってたりするとあのぶつけちゃったりなんかしますしあとあのビルの壁にニョキッとこう上の方に出てる看板ですねああいうのもあのあんまり寄っちゃうとあの箱で引っ掛けたりしますのではいあとは納品口につける時に結構気をつけなきゃいけないのはあの結構しょっちゅう出入りしてると大丈夫なんですけど。 あの幅は結構ちゃんと取ってあるんですけどあの換気扇のカバーが出っ張ってるパターンがあるんですよ。はいでそのカバーだけちょっとだけにょきっと出っ張ってそこにあの箱のケツ引っ掛けたりとかっていうこともありますんで、はい、それもやっぱバックするときは必ずあの後ろあの下も上もちゃんと確認するみたいなはいそういう癖をつけといた方がいいと思いますね。はいであの 僕も路線便業者、あの若い時にちょっとやったんですけど、その時に教えてくれた人が、あのまあ、ちょっと、あのなんていうんですかね、アウトロー的なおじさんだったんですけど、はい、その人は、まあそんなにいい人間ではなかったんですけど、あのその人が教えてくれたことで、今でもあのその教えであの心に残ってて、今でも守っていることが一つ、僕はありまして。 それはたとえ雨が降ってても土砂降りでも仮に槍が降ってたとしてもバックするときは窓を開けろっていう、はい、そういう教えをあのそのチンピラの先輩にもらったんですよね。はい、でそれ今でもあの一応実践してるんですけど今バックモニターとかあとはバックセンサーみたいなのがついててあの後ろに障害物があるとあのセンサーがピーッとなったりあとはもうバックモニター見れば後ろに何があるか分かるようには一応なってるんですけど。 トラックでバックするときは一応全方位にあの神経を使わないといけませんので窓を開ける開けないっていうのは本当に究極人がそこにいたりとか子供がそこにいたりとかしたときにあの気づけるかどうかっていうギリギリのポイントなんですよね。はい、なので万が一本当に1万回に1回もそういうケースってないんですけどでも仮にもしあったときに窓さえ開けてれば。 あの気配を感じれたり、声が聞こえたりして、あの寸前で止まることができるぞと、はいえっとそういう教えでした。なので、えっとその人はあの結構、えっと人間的にはすごい下の下の人だったんですけど、その教えだけはあの僕、意外と納得しまして、はい、20年以上経った今もその教えを守ってます。はい、雨でも土砂降りでも、必ず窓は必ず開けるようにしてます。はい なので、あのこれはあの絶対やってくださいっていう話じゃないんですけど、あの一応心の隅にあの留とどめておいていただければ、これからトラックやる人は、はい、いいんじゃないでしょうか。はい、あと、まあ、基本的なこと言うと、そうですね上り坂と下り坂は同じギアで降りるとか、はい、昔のトラック乗りは、ないろいろそういうことを、はい、教えてくれました。はい、あの下りり坂であんまりブレーキギギャンギャンン踏むとあの ハイドロプレーニングって言ってブレーキ効かなくなっちゃいますので、はい。でそれであの事故った仲間も実際にいます。はい。あの箱根震動であの料金所のゲートをあのぶっ潰したやつもいますので、はい。えっとあんまりブレーキ踏まないためにはギアはなるべくえっと下りでは落として、はい。えっと走行すると、はい。まあ、ブレーキ踏んじゃダメって言っちゃういうわけじゃないんですけど、もちろんあの減速するときはブレーキ踏むんですけど、それも結構あのポンピングで。 あの何回かに分けて踏むとか、はい、まあ、あのギアを落とすっていうのは、えっと基本の基礎の基礎だと思います。はい、ただ、今、会社によっては、あんまり回転数上げるなみたいなですね、そういう指導されている会社もあるので、あのそこはちょっとあの、なんとも言えないところではあるんですけど、そして車の性能も上がってますので、ハイドロプレーニングみたいなことは、まあ、あんまり起こらないような気もしますけども。 一応、あの、これも、この話もちょっと心のどっかにあの置いておいてもらえれば、なんかの時に役に立つんじゃないかなと、はい、はい、思います。はい。まあ、えっ、ー、と、そうですね、入門編としては、あんまり喋ることもないんで、はい、以上になります。あとは、もうちょっと先に進んで、えっ、ー、と、平トラックなんかで、あの、胴巻きの取り方とか、あとは、そうですね、軟筋の切り方、軟筋縛りのやり方とか、 まあ、ダブル軟禁とか、はい、ああいうのを、まあ、興味ないかもしれませんけど、はいえっと、もし興味ある人がいたら、あのそのうちあの、実践してちょっとやってみたいと思います、はい。今日はこんな感じで以上になります。どうもありがとうございました。ごきげんよう